スイカさんありがとうございます。お父さんありがとうございます。ありがとう。院長お疲れ様、ありがとうございます。お疲れ様、みんなもお疲れ様です。なんとお風呂がね、お風呂入ろうと思ったらパパが入ってて入れなかったんですよ。なのでね、これが終わったらね入りたいと思いまーす。なんか普段はいつも全然パパもっと早く入るんですよ。なんか全然油断してたんですけど、なんか今日はそうなんか遅かったみたいで、そう、って嘘やろと思って入れなかったです。明日の予定、明日の予定を、てかさっき書いてさ、ひーちゃんさ、ちょっと普通に可愛いなと思って、ちょっと色塗ろうかなと思う、初めて来た、多分塗んないけど、ちょっと普通に可愛いな、よくできたなと思っている。じゃあ明日の予定を発表します。明日29日だよね。明日はちょっと昼間お仕事なので、明日はちょっと時間を刻んでいきます。間違えた。
こんな感じかな。こんな感じでいきたいと思います。ちょっと少なくなっちゃうんですけど、まあちょっとこれでいってみようと思います。明日はねちょっと糞を刻んでいく行こうと思うので、はいですね、こんな感じになります。よろしくお願いします。また後でツイッターとかインスタにも載せるんですけど、とりあえず、まあ、即席でこんな感じです。なんか755でさ急に言ってみたんだけどさ、ちょっとおでこ広くなりたいなって思って、そのおでこ狭いんだよねおでこって思ったのよね急にふと。まあいいんですけど今のおでこで、もうちょい広かったらなって思った一瞬。まあ明日には忘れてるだろうけど自分も。こんばんは。今日4日目終わり？今日4日目？すごーい。あ、ゆうたさんありがとうございます。ちょっとねもうだんだん貼るところがなくなってきまして、ありがたいことに。ちょっとね、1位キープしてる、そう1位をキープしております。ありがたい、ありがたいです。ありがたい限りだ。ありがたか橋、確かにありがたか橋じゃん。ありがたか橋。イエイ、ありがたか橋です。
TikTok の背景そうこれになってる。そう TikTok もここで撮ってるから、そう背景がハートになります。よいしょよいしょよいしょ、明日も頑張ろう、明日もよろしくお願いします。じゃあなんかお絵かきしようかな、なんかある人いますか、お絵かき。なんかこのイベント中久々になんか絵を描いてるから、なんかちょっと楽しくなってきた。やばい、来た来た、何が、あ、ゆうたさんありがとうございます、スイカさんありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ、スイカさんありがとうございます。よいしょ、配信中のなぎちゃん怖い。なんで？心霊やってる？心霊系やってるの？なぎちゃんそういうの好きだから。オカルトエイトなんで私たち、なぎちゃんとぎょうちゃんと。なんかお絵かきします。
れまでひーちゃん出しとこう。こんばんは、こんばんは。お、チリニャンさん、ありがとうございます。ちりやんさん、ありがとうございます。よいしょ。おー、いいね、いい感じだね、ハートが。初見です、初見です、ありがとうございます。初見です、違うな、なんかもうありがとうって言っちゃったけど。満開、桜満開。じゃあ大西、大西さんでも書くか。大西さん、下もね、結構クール系に見えて目パッチリしてますから。私はスカートだった気がする。あ、ちょっと全然うまく描けなかった。すごい下手くそ。やだ、下手くそ。ちょっとやだ、これはダメ。はじめまして、はじめまして。お疲れ様です、お疲れ様です。
じゃあ今日もみんなにありがとうを伝えるわ。ありがとう。ありがとうございます。今日もちょっと簡単ではありますがありがとうを書いてみました。今日もありがとうございます。可愛くできた。ありがとう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 。あと4日、いや2933、あと3日、あと3日です。おやすみおやすみおやすみみんじみおやすみ。明日か明後日ぐらいにはコスプレしようかな。あと3日だし、明日か明後日か最終日もやる、やろう、やりたいな、どうしようかなって考えてます。わーい。カラオケ配信もう一度見た。あーカラオケ配信、確かにカラオケもやりたい。そうですね、カラオケ、カ
ラオケしよう。うん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 。カラオケも30、31にできそうかな、多分。スプレカラオケ、あ、それはそうだね、そうしよう。猫の話、猫の話もね、できたらいいですね。なんとなく話せちゃってるから、そう、話すことなくなったら猫の話しようかな。猫猫猫。じゃあ3分前なのでランキングを読んで終わりにしたいと思います。13位りょうたあやとりももおしさん、12位 YSA73 あっといつも配信してくれてありがたかはしおやすみさん、11位やすべえさん、10位金坊さん、9位くまくまちゃん、 N 大福さん、8位お金持ち先生さん、7位のりや N 大福さん、6位鍋公式7レンジャーさん、5位お父さん姉大福さん、4位チリニャンさん、3位ヤスさん、2位あ出なかった、3位ヤスさん、2位スイカ姉大福さん、1位はゆうた姉ちゃんのことが大好きですさんです。今日も皆さん、たくさん楽しい楽しい話をありがとうございます。楽しい時間をありがとうございます。はい、またね、バイバイ、ありがとう、おやすみ。